はい、皆さんこんにちは、ハチでございます。ハチハチの大公開時代やっていきましょう。ちょっと待ちくださいね。出稿準備できてんのかな。あ、出ちゃったおー、船が見えましたね。これは敵かな。おー、イスパニア艦隊だね。ちょっとやっときましょう。おー、ちょっと待って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 ね、ちょっと待って。おー。で、これで迎え撃ちましょう。おー、早い。はい。はい、イスパニア艦隊、エミロメオさんですかね。はい、あなたはここで死んでもらおうと。おい、ちょっと待って。おお、めちゃくちゃ早い。おお、私、集中砲火だね。おお、あ、結構敵強いんじゃないこれ。もう明らかに敵の方がカラックとかなんかだったと思うんだけど、これはあんまり、のんびりしてらんないね。どうしよう。砲撃。撃てんのは5号艇か。5号艇撃っときましょうか。あ、潰せましたね。5号艇潰せたので、2号艇。敵の2号艇に。ああ、敵の2号艇かな。おう。で、3号艇。3号艇は、こうで敵の2号艇だね。で、潰して、4号艇。4号艇。あ、4号艇も人数減ってますね。敵の4号艇。いや、敵の4号艇は潰れてんね。敵の4号艇は潰れてんで、で、5号艇は3号艇を撃てると。あ、敵はもう 1と3しかないんだね。おー、集中してくるね。3号艇。3号艇もフラフラだからね。一応敵に隣接して、止まっておきましょうか。どうすりゃいい？変に入っちゃうと、こうかな。ああ、で、3号艇。あ、潰したね。あと1号艇だけだね。うん。あ、届かないのか、これは。おい。おい、おい。で、1号艇。どう来る？あ、まだこっち打ってくんのか。な、真横に隣接して、あとは、味方で、タコ殴りと。あ、行ったね。いやいやいや、なんか、ちょっと強いね。おお、そこ、エスパニアに行こうあれと。これ、敵が10ガリオンとかだったらどうするんだろう。ちょっと強かった気がしましたね。私もう、砲撃だけ、砲撃2発、3発くらったのか。お、4万7000。ああ、違う、4000か。どうせ4000だな。私、多分桁見間違えたんだね。水持っていきましょう。あ、資材結構多いね。積めないでしょ、これ。積めんの？あ、積めんね。で、食料。もう水いいですね。食料が欲しい。詰めるかな。あ、一応詰めるね。ああ、ちょっとしか詰めない。あと5号艇だね。ああ、詰めないねこれ。あ、じゃあ仕方がない、捨てていきましょう。さあ、じゃあこれで修理して、今ボルドー出たから、次はリスボンだね。あ、聞こせないのか、ここやったら。はい、ボルドーに入って修理しましょう。はい、だいぶいってんね。312枚。はい、じゃあ1日経って、ちょっと荷物積みすぎたね。さあ、じゃあ行きましょう。
15日間できますね。あとちょっと人数増やしすぎたかな。あ、でもさっきの戦闘で減ったんだね。そうだね、ちょっと驚いちゃった。これボルドーだから、下に降りすぎたらダメなんだね。ここで行きましょう。またちょっと荷物の積みすぎはね、要注意だね。多分さっきの骨は私を討伐に来てたんでしょうね。お、ああ、でもあれは味方かな。味方かな。すっごい出入りしてんね。あ、点滅したように見えたのは今気のせいかな。戦闘したらドーン言うんだよね。さあ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 。なんかすんごい。え、これ。あ、戦闘じゃない。ああ。調査ね。そう、監視。あ、ポルトガル商船隊ね。強者ロバーツ提督の艦隊です。あ、海賊ですぜ、ありゃーか。じゃあ、潰しましょうか。あれ、アルドラー提督。あ、二つ名前。あ、イスラム、イスラムだ。両方潰そう。戦闘で、2連チャンする?はい。海賊強者ロバートだなと。強者っていう名前が出たね。でも、大したことないんだよね、パッと見は。ただ、能力高いかもしれないんですけど。これ、私が今度先行なのね。なので、ちょっと逃げた形になってますけど、とりあえず3号艇。一撃ですね。味方の船は私を盾にすればいいのかな。わあ、遠い距離撃ってくんね。私を撃ってくるとね、そうなっちゃうでね。とりあえず横ベタってつけときましょう。ベタっとつけて、あとは敵の5号、あの5号艇だね。よいしょ。ああ。次は敵の1号艇につけましょうか。で、あまり置いたしちゃうと私沈んじゃうからね。とりあえず5号艇を、ここで撃ちましょうか。おお、いいね。いいですね。こうだね。で、5号艇。これで沈めて。で、あとは1号艇。敵の1号艇か。これで撃っとこうか。あ、沈んじゃった。ああ、仕方がないよね。ふっ、この野郎にやられた、俺さ、もったまんないで、と。はい。お、金貨、ああ、金貨1万7000枚だけだね。これ多分溢れてるね、金貨。で、もう私がいるのは、あ、ワインはいりません。もう、私が今欲しいのは水と、水と食料だからね。はい、資材欲しいね。食料。もうワインは260よくもらっても仕方がないんでね。で、3号艇。食料詰める、まだ。あー、これがいっぱいいっぱいか。食料詰めるかな。もういけそうだね。あ、いけたいけた。で、次水だね。水2しか詰めない。さあ、じゃあこちら詰める水。ああ、詰めないわ。ああ、そっかそっか。はい。いやいやいや、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。これ5号艇の合計おかしくないかな。17706723。ああ、合ってるわ。合ってました、ごめんなさい。
ちょっと水が少なめですけど、これでリスボンを目指しましょう。あ、いや違うわ、あの2連戦だ、あ忘れてた、2連戦するんだ。あー、このまま行こっか、このまま行っちゃおう。あ、でも私沈むかな、このまま行っちゃうと。ちょっと待ってね、さすがにね、あ、攻められるか、あ、いけたね。で、闘病してとりあえずリスも寄りましょう。はい、リスボンね。リスボンですることといえば、まず売れるかな、金ならあれ余ってますということで、いっぺん寄りましょう。貯金しましょうか。あ、逆に金、私金減ると思ったんだけど増えますね。謁見しましょうか。あ、いつまでたらじゃあ何もとこにしおらんと。はい、あちさんもお会いできて嬉しいございますなと。あなたが会いに来てくださるよう心待ちにしておりましたと。はい。あ、もう何も送れないんだ。愛語りましょうか。花持ってないですしね。ちょっと王さんなんか言ってくれないかな。で、ここで商品売りましょう。あー、まあ500だけど、うん、利益出るから売っちゃいましょう。武器はね、武器どうしよう。もうこのまま持ってってもいい気もするんだよね、武器ね。あ、武器持ってんね。ね。金530にも積んでんの？はい。で、また金、お金貯金しに行きましょう。いやー、こんなにお金増えると思ってなかった、正直ね。どんどんゆっくりゆっくり減っていくと思ってたんで。金は全部流しちゃいましょう。はい、もうあれ以上下がらないんでね、金はあれ以上下がらないんで、めちゃくちゃ貯金できたね。そうそう、資金が危なくなりやしたぜと。はい、まだまだ金がまだまだあるんでね。さあ預けましょうね。200万いくんじゃない？もし時期時期200万いくような気がしてきました。金はとりあえず全部さばきましょうね。商品売るね。で69と、うん、これでも3万いくらあると思うんで、3万ぐらいあると思うんでね。これでやっと買いましょう。1000ぐらい積みたいんですけど、あ、1000無理か。ちょっと待ってね、今食事めちゃくちゃあるはずなんですよ、食料ね。985あるんで、1000を目指しましょうか。あ、これじゃない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 と。583なので900目指しましょうか。400で食料、あ、985たらあるのね。100で食料、あ、違った、水で、これでちょうどいい感じなんで、これでアルギン目指しましょうか。あ、修理が必要なんだよね。改造なんか言ってくんない？戦士像いいの入ったよとか。あー、ないね。はい、そうか、砲撃されなければ潰れないんだね。さあ、じゃあ出ていきましょうか。乗組員、わ、252人まで減ってるわ。ちょっと減ったね。あ、24日間、
あーでもいけそうですね。行きましょう。で出たところにイスラムがいるので、ここで思ったより被害があった場合はあれしましょう。また寄って人かき集めていきましょう。はいと、はい、イスラム艦隊ね。はい、あなたにはここで死んでもらうと。はい、もういつものセリフですね。私今回ちょっと人数少ないんですけど、もうベタ付きしときましょうか。ほっといてもね、ガスガス来てくれるような気がするんですと。はい、3号艇を2号艇で撃ちます。あ、敵のあれは2号艇なのか。さあ、まあとりあえず3号艇を集中しましょう。で次はじゃあ1号艇かな。これで1号艇撃っときましょうね。うん、でじゃあ敵の2号艇の横にベタッとつけときましょう。こちらの2号艇で撃っときましょう。あー、うちの2号艇も強いな。で5号艇沈んでますので、5号艇沈んでるのでこれで1号艇撃てるんじゃない。うん、1号艇も沈んで、あと敵の4号艇遠いね。4号艇も遠いので、4号艇遠いのでもう潰しておきましょう。はい、うわー、国際に行こう、あれーと。はい、はい、私の戦闘また上がったの。はい、クラフさんの戦闘レベル上がりました。はい、戦利品で安と。おー、17,685 で金塊。どうしよう、人増やそうかな。アルギンで増やしたらいいか。正直積めないんですよね。積めないよね、出ても話だから。これはもうだからもう仕方ない、ありません。海沈めていきましょう。で私の修理が必要と。せっかくボルドーがよく、あ、ボルドーが横にあるので、あれしましょう。人工も、うん、集めましょう。闘病でね、もう一度入れましょう。はい、リスボンね。じゃあね、あら、ちょっと待って。まだいたの？あら？ 3 隻目がいたの？あら、これはちょっと見逃しちゃったかもわかんない。私、今出てた船が私の船だと思ってた。色がちゃうかったんだね。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。